アストンマーチンでこんなにガッツリローダウンしてるのあんまり見んよな。アストンで着地車両ね、アストン着地ね、すごいな。このホイールもなんとも言えんホイールね。うん、お窓も開けてくれてるじゃん。レカロが200、レカロ200ね。中は全部本革、インパネから全部本革ね、すごい。うん、このスムージングされたこのドアノブ、アストン、アストンのこれなんだろうな。DB の11なのか、それとも、ちょっとほとんどスムージングされてるもんね。アストン以外何も出てこんね、これは。タイヤでもほとんど新品だよな。すごいな、かっこいいな。アストン右ハンドル、イギリスだけにやっぱ右ハンなら嬉しいね。おそらく V12 エンジンなんだろうな、多分。アストンマーチン、アストンマーチンがこんなとこ止まってるな。 DB の11か、アストン、アストンマーチン、かっこいいな、これすごい。アストンマーチン V12 エンジンか、ひょっとして関係者か、それとも。なんで、なん、駐車場だけどめちゃくちゃレベル高い。全体的に駐車場レベル高いぞ。アストンのこれなんだろう、バンテージ、アストンマーチンのバンテージね。 V12 バンテージっていうやつか。 V12 バンテージ、タイヤ ATR スポーツ、アストンマーチン、アストンだな、出たな、この角度か、この角度だな。